大脳皮質から塩髄及び脊髄に至る、電動路。上位運動ニューロンは、大脳皮質運動やや脳幹に始まり、運動情報を、下位運動ニューロンに伝える経路、またはその神経細胞。目標器官である筋を直接刺激する下位、運動ニューロンに対する概念である。上位運動ニューロンの主要な経路である、皮質脊髄路ニューロンの細胞体は、 大脳皮質一時運動野の大部位層にあり、別細胞と呼ばれる。この細胞の細胞体は、大脳では最も大きい部類に入り、その径は100マイクロメートル近くである。上位運動ニューロンは、大脳から様々なレベルの脊髄に向かい、そこで神経信号が、下位運動ニューロンを通して筋に伝えられる。上位と下位の運動ニューロンの間の信号伝達は、シナプスにおいて、 神経伝達物質の一つであるグルタミン酸が上位運動ニューロンから放出され、それが下位運動ニューロンのグルタミン酸受容体によって感知される。シナプスは下位運動ニューロンの神経細胞体がある脊髄全角に存在する。中枢神経内での上位運動ニューロンの電動炉には以下のようなものがある。 上位運動ニューロンの障害があると、衰退路調候と呼ばれる症状、すなわち、形成、筋力低下、深部腱反射の更新、バビンスキー反射が現れる。ありがとうございます。